騎士、栄誉騎士ってば。やっと起きた。おはよう。よく眠れた？おはよう、旅人。神団長、その服どうしたんだ？ああ、状況が怪しくなってきたからな。この先何が起きるかわからない。だからいつでも戦えるよう普段の格好に着替えたんだ。せっかくの景色を堪能できないのはもったいないが、どうか理解してくれ。そんなことないよ。これもみんなのためでしょ。雰囲気が変わったな。仕事モードに入ったみたいだ。お世辞はよしてくれ。君だって十分優れた人物だ。だから私も君を深く信頼している。その休んでたところ邪魔しちゃってごめんね。さっき隣の島から煙が上がってるのを見て、みんなで確かめに行こうってなったの。きっとドド大魔王だ。どうしよう、なんだかオイラまでドド大魔王がいるんじゃないかって気がしてきた。私もその大魔王が一体何者なのか知りたい。みんな隣の島を調査してみよう。よう、こんなところで会うとは奇遇だな。ガイアとディルック先輩、どうしてここに？あれ、大魔王じゃない。大魔王、やはりか。どうやらお前たちもその大魔王に呼び出されたみたいだな。実は俺たちもなんだ。もってことは？まあ大魔王のことなんかひとまず置いておこう。今の俺はこの夏の太陽を満喫したい気分なんだ。ガイアとディルックの旦那は船で来たのか？でも嵐と霧がすごかったろ？大丈夫だったのか？嵐と霧？俺たちは運よく霧が晴れた後に着いたんだ。最初からバカンス日和のいい天気だったぜ。だが知っての通り、ただの船じゃここには来られない。だからお前たちと同じ方法を使わせてもらった。え、お前たちもトワリンに乗ってきたのか？今さら驚くことじゃない。巨竜が飛んだんだ。あれほど目立つ存在、とっくにモンド中に知れ渡ってるぞ。みんなに見られていたのか。安心しろ、背中に人がいたというとこまでは見られていない。ただ竜が飛んでるのを見られただけだ。よかった。しかし、あの銀融詩人に竜を従わせる力があったとはな。まさかトワリンは古典音楽の愛聴者なのか？なるほど。ふう。で、ここには二人きりで来たのか？
おやおや、代理団長も冗談がうまい。俺がわざわざ旦那様と二人きりで来るように見えるか。ち、俺たちの他にもあと二人いたんだが、いろいろとあってな、途中ではぐれちまったんだ。いろいろ？チームワークに欠けてたというか、個性が強すぎたという。旅人は相変わらず鋭いな。その通りだ。その二人って誰なんだ？アルベドとレザーだ。え？アルベドお兄ちゃんとレザーが来てくれたの？やったー！お前たち、やっぱりバカンス気分で来たんだろ！待った！ガイアがここにいるということは、セピロス騎士団は今誰が管理しているんだ？それはもちろん、偉大な図書館司書リサ様だよ。安心しろ。ある意味リサは俺らより手厳しい。モンド上で悪いことをする奴に同情しちまうくらいにな。よかった、リサがいてくれたか。それで、アルベドとレザーはどこへ行ったんだ？それに、さっき見た湯気は何だったんだろう。それにはまず、俺たちが置き去りにされた理由から話す必要がある。俺たちが竜に乗ってこの群島の上空に着いた時、レザーが何かに吸い寄せられるかのように急に竜から飛び降りたんだ。レザーが心配で俺たちもすぐ飛び降りたんだが、風の翼で着地したこの島には誰もいなかった。俺の経験上、その場で戻ってくるのを待つべきだと思ったんだが、レザーが俺たちを探しに戻るはずがないとディルックが言い出してな。互いに持論をぶつけ合っていたらいつも。待て待て、アルベドとレザーは難なく先に進んだんだろ。なんで逆にお前らはここに囚われてるんだ？さあな、ディルックの旦那と一緒にひどい目に遭う運命なんじゃないか。どうだか。アルベドは錬金術による創造が得意だ。あの綺麗な人造花をうまく使うことで他の島に行くことができたんだろう。俺も本来なら海面を凍らせることで。僕はあの高い山のある島に着地しようとした。だが君があまりにも言い張るから落下地点を変えたんだ。やれやれ、俺が元素力を振り絞って海面を凍結させてもお前に溶かされちまう。氷と炎の中ってやつ。お前の神の目が岩元素だったら、俺たちとっくに他の島で昼寝してただろうに。じゃあさっきのは妖怪反応で出た水蒸気だったってこと？仲がいいんだか悪いんだか。とりあえず賑やかになったってことでいいんじゃないかな。そうだな、未知の困難が待ち受けているかもしれない。仲間が大いに越したことはないだろう。二人とも同行してくれるか？いいだろう、喜んで。当面の目的はアルベドとレザーを探すことだな。あの二人どっちに向かったかわかるか？レザーは今のところ不明だが、アルベドならあっちに行ったようだ。そうと決まればオイラたちも出発しようぜ。この島結構広いみたいだけど、
どこ？アルベドお兄ちゃん！おーい！アルベドー！おや？旅人とパイモン？いきなり後ろから現れた！アルベドお兄ちゃん！クレイ、それにみんな、僕が予想した時間通りここに来てくれたようだね。俺たちを隣の島に置き去りにしてくれたこと礼を言うぜ。どういたしまして。話し合いが好きなようだったから二人きりの場を提供したまでさ。アルベドはどうしてここに？手紙をもらったんだ。ここに来る途中全員で情報共有し合ったんだが、俺を含めこの島に来た4人とも謎の手紙を受け取ってるんだ。署名はドド大魔王。お前の口から言うと違和感しかないな。手紙の内容はそれぞれ違ったが、共通してこの島のことを指していた。僕のはシンプルだったよ。妹のクレイは預かった。会いたければ金リンゴ群島に来い。完全に脅迫状じゃないか。そうだ、明らかに僕を脅迫している。俺のは大した内容じゃなかったぜ。ナンパした海賊船が無人島にある。数えきれないほどの財宝と世にも珍しい花瓶がそこに。どうやら祖父から遺伝したこの眼帯のことがバレてるみたいだな。ガイアのやつまたデタラメ言ってる。ディルックの旦那は無人島にアビス教団の拠点あり、急を要する。見事なまでの対応だな。なんだか変だな、一人一人に会った内容の手紙を送るなんて。そもそも大魔王がみんなを呼んだ理由は何なんだ？ああ、この件には不審な点が多すぎる。僕は最初からこの手紙のことなど信じていない。そう、俺たちみたいな現実主義の大人はただ事実確認のためだけに来たんだよ。そうだ、レザーも手紙をもらったんだよね。ああ、ただ字が読めないから通りがかりの猫耳おじさんに読んでもらったらしいぜ。通りがかりの猫耳おじさん。あ、その人ならオイラも知ってるぞ。ドゥラフだな。レザーの手紙も簡単なものだった。赤い熱い女の子が島に行った。友達の助けが必要。手紙が他の人にも届いたと聞いてすぐに怪しいと思った。大魔王なんているわけがない。これにはきっと何か裏があるんだろう。ここに来たのはその企みを潰すためだ。そんなことない、大魔王はいるよ。ドド大魔王は実在する大魔王なんだよ。ああ。レザーは何かに吸い寄せられたかのように竜の背中から飛び降りた。この島は僕が先ほど調べた。レザーの足跡も船の痕跡もない。飛び降りた時の位置から推測するに、この島でなければ残りはあそこしかないだろう。すでに行ったことがあるのかい？昨日行ったんだ。でもあそこには変なからくりしかなかったぞ。ジン団長が言うには稲妻から来たものらしいけど。もしかしてレザーの目的はそれか？みんな、もう一度あそこに行って確かめてみよう。Thank you.
難攻不落。雨描きがたし。行く。レザー、無事か？怪我はない？治療は必要？大丈夫、平気。匂いがした。これやる。なんだこれ、機械の部品？匂い、手紙と同じ。確か手紙から変わった匂いがするとレザーが言っていたな。レザーは鼻が利くからな。まさかこれも計算のうちってことはないよな、魔王。うん、これとあれ同じ匂い。ん？この小さいのをあの人に入れる。彼ら同じ。やる。ああ、俺よくわからない。お前信じる。安心。うん、クレイも栄誉騎士のお姉ちゃんを信じてるよ。待った、慎重に考えろ。部品を入れたら何か起きるかもしれない。この稲妻のからくりも魔王が用意したものだろう。おそらく起動する以外に先に進む方法はないんじゃないか。これで魔王が目覚めるのかな。戦う準備をしておこう。用心しろよ、旅人。魔王と会うのがクレイの願いだ。オイラたちはその願いを叶えるために来たんだもんな。僕をこうも信頼してくれているとはね。ただ水晶の前にまずはそのからくりについて説明しよう。みんなの推測通り、あの稲妻の巨人は人間を模して作られたからくりだ。戦闘用なのか？遺跡守衛と似てたよな。おそらくね。相当の戦闘力を持っていたが指揮系統が壊れていたんだろう。だから無差別に攻撃してきた。外見的特徴からして稲妻のものでまず間違いない。だが私の知る限り稲妻は現在鎖国中のはずだ。このような巨大な機械をどうやって運び出したというのだ？その質問はこの島にいた人に問うしかないね。人？みんなのことだ。もう気づいているだろう。今は無人島だが、ここ一帯には人間の痕跡がある。
僕が思うに、この島にはもともと誰かが住んでいた。しかしそれは原住民というわけではなく、外から来た何者かであった可能性が高い。その外来者たちは長い時間をかけて群島から脱出する方法を見つけたのだろう。その結果、今この島には誰もいない。代わりに痕跡があちこちに残っているというわけだ。そしてその水晶は、希少な鉱石で作られた結晶体だね。光を透過するということは、何か特別な使い道があるのかもしれない。この付近で積み重ねられた石と花を見かけたんだけど、それも何か関係があるのか？聞いた感じ、誰かがからくりを弔っているようだが。うん、でも私が見たところ、なんというか誰かが感謝の気持ちから祀ってるみたいだった。なるほど。みんなは一体どのような人物がこのからくりを祀ったんだと思う？恩恵を受けたからこそ感謝する。だから旨味があった人の行いだと思うぜ。からくりがここで外来者と一緒に暮らしていたならわからなくもない。まあこれはあくまで僕の推測に過ぎないが。一緒に暮らしてた、壊れてしまう前に、一体何があったんだろう。ここはヒルチャールが頻繁に現れる。このからくりが無差別に攻撃したおかげでヒルチャールが退治され人々を守ったんじゃないか。面白い偶然だな。だが推測の域を出はしない。真実の物語を知るにはもっと証拠が必要そうだ。ああ、ガイアの言う通り証拠が不足している。後ほど辺りを探索することにしよう。ひとまず今は目の前の問題を片付けるのが先決だ。あ、またお手紙だ。きっとトド大魔王からだよ。手紙？早く読んでみてくれ。神秘の魔王、神秘の魔王、南西の島で一人眠る。悪しき子が我を待たせ、夜が訪れ、星が昇る。欲深き精霊、欲深き精霊、月がぐるりと回る。三色の鍵を持つのは恐ろしい魚。秘密はそこに。ここまでおいで。新しいヒントだろうか。何を意味してるんだろう。さっきの水晶と関係があるのかな。それに南西の島っていうのはどれのことを指してるんだろうな。立ったまま考えるより足で調査した方がいいだろう。でもここの島は全部歩き回ったぞ。気になるところなんて。うんうん、あるよ。あっちに変な島があるんだ。上に大きくて丸いものがあるの。クーレン、また一人で勝手に歩き回ったのか。あう、ごめんなさい。クーレンはただ変な装置に触れさえしなければいい。ここが開けた場所だとしても一人で行動するのは危険だ。クレ、次どこかに行きたいときは私たちを呼ぶんだぞ。いいの？でもジン団長は忙しいでしょ。構わない。うん、わかった。相変わらず真面目だな。ジン団長、クレの保護者みたいだな。それ俺も同感だ。ガイア悪い悪い、つい代理団長をからかってしまった。さて旅人、あっちの方を探索してみようぜ。
の？これってシールドか？でも硬くはないな。一種のエネルギーの層だ。むやみに触ると吹き飛ばされるかもしれないぞ。こんなに大きなシールドってことは、この中に誰かいるんでしょ。おーい、クレイだよ。ドドダイマー、出てきて。返事がない。この中にはいないのかな。ううん、きっといるよ。シールドが大きいのが原因、ドドダイマ王が悪い。どんな理屈だよ。でもクレイが言ってることは間違ってないんじゃないかな。こんな巨大なエネルギーの層だもん、何か秘密があると思う。合理的な推理だ。僕もそう思う。エネルギーの層である以上、どこかにエネルギー源があるだろう。その供給を断てばシールドもなくなるはずだ。まずはこの周辺に怪しいものがないか探してみよう。クレイ、出発！こら、クレイ、走らない。オイラたちも出発だ。3つの装置から光が出ていて、それが同じ場所に集まっている。これがシールドを解除する鍵だろうか。ふん、光を出す3つの装置か。そしてその前に小さな台座がある。この形状からして何かをはめ込むのだろう。この形はクレイ全然わからない。誰か説明して。不完全な円、いや扇形か。なんだろうな。海が近いからもしかすると貝けど、私たちが普段見るような貝とはサイズが違うみたい。うまくはまりそうにないよ。貝じゃないとしたら、そうだな、鱗とか。鱗？どうして鱗なんだ？それとも何か見落としている手がかりがあるんじゃないだろうか。光を照射する装置の前に台座があるということは、それだ！こんな装置は初めて見た。こういう解き方の装置もあるんだね。僕の考えが正しければ、これは光を利用した特殊な装置だろう。過去に似たようなものを見たことがある。光を正しい条件、または正しい経路で導くことで起動する装置だ。なるほど。やはりこの3つの装置がシールドを解除する鍵になってるってわけだ。見てくれ、装置から照射されている光は白色だが、装置そのものには色がついてる。赤、青、黄色の計3色だ。手紙に書いてあった。3色の鍵を持つのは恐ろしい魚。これで当たりだな。栄誉騎士、さっきの大きいのから何か手に入れたよね。花弁のような薄紅、波のような水色、秋の葉のようなウコン。どうやらこの3つの水晶が謎を解く鍵のようだ。この水晶を欲深き精霊に捧げるということだろうか。旅人、水晶を海の近くに置いてみたらどうだ。欲深き精霊とは海を泳ぐ魚のことを指している可能性が高い。水晶に引き寄せられた魚から鱗を手に入れるのではないだろうか。なるほど、確かにそうっぽい。さっきあっちにすごい大きなカイラがあったぞ。お魚もたくさん泳いでた。水晶を置くならそこがいいと思うぞ。浅瀬だったし、万が一失敗しても水晶は回収できるはずだ。失敗しないよ、そんなこと言わないで。
悪い悪い、そうだよな、きっと成功する。じゃあそこまでオイラが案内してやるから行こうぜ。寄ってこないぞ。クレ、手紙に他のヒントはなかった？なんだっけ。欲深き精霊、欲深き精霊、月がぐるりと回る。ひょっとして夜にしか現れない魚？一晩待つってことか。ふん、魚取って食べる。いいね、クレも今からお魚ドカーンしてくる。ああ待てくれ、ジン団長も行く？どこか行くときは一緒にって約束だもんね。行こう。そうだな。じゃあ今回は特別にクレーと一緒にお魚をドカーンするとしよう。え、今なんて？ジン団長がお魚をドカーン？お魚は美味しいからやりがいがあるよ。ここは無人島だし、爆弾で人を怪我させることもないだろう。多少は甘くしても問題ない。お魚、お魚、出発。あっち、魚いっぱい。クレー、行くよ。ちょっと、待って。あの二人、すごいスピードで行っちゃったな。自由時間か？そいつはいい。ちょうどこの辺りを散策してみたかったんだ。また海賊のお宝を探すとか言わないよな。どうだろうな。こんなにも広い島なんだ。きっと秘密の一つや二つ眠ってるだろう。このガイアが隅々まで探索してみせるさ。はぁ、ディルックの旦那も一緒に行くつもりじゃないよな。そんなわけないだろう。僕は一人で静かに過ごしたい。でも何もせず暇を持て余すような性格じゃないよな。君たちも自由に過ごしたらどうだ。僕は先に失礼する。みんなまるで子供みたいだな。浮き足立ってるというか、なんというか。やっぱりアルベドが一番。あれ、アルベドは？アルベドさんならスケッチに行くって言ってたよ。にゃんにゃんにゅーい、あいつら散々カッコつけてたくせに結局は遊びたかったんだな。せっかく海に囲まれた島に来たからな。みんな多少は羽を伸ばしたいんだろう。安心して遊んできてくれ。魚が寄ってきたら私がみんなを呼び戻す。この島に来た理由はみんなそれぞれ単純なものではないが、この海から眺める景色が素晴らしいのは事実だ。旅人も疲れただろう。今のうちにゆっくり休むといい。いや、私はただとにかく君には楽しく過ごしてほしいんだ。この先に何が待っていようと、私がみんなを、クレイを守る。これはセピロス騎士団の代理団長としての務めだ。ジン団長は相変わらず頼もしいな。旅人、ありがとう。そう言ってくれて嬉しい。おしゃべりはここまでにしよう。親愛なる旅人、君と私がこの砂浜でひとときの安らぎを得られることを願う。
計画は立てたの？あんたを信じるよ。天気いいな。ああ、まずい。こう言ったら。雨が降るんだよな。よし、出発だ。左。
じゃあ本当に
難攻不落せ。岩山八九ディルック、お前はそうツンツンするな。ディルック、ここのお魚。流通のために作られた船は港に泊まる。だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ。さっさと終わらせるぞ。我が義教心は